で、まあ、こうやって計算するとですね、その、じゃあ計算量がどのぐらい得をするんだというのが、まあ、次の関心事になるわけですけれども、まあ、これは次の定理で知られています。と、まあ、今の場合ですと、今度はその十進の、まあ、n 桁ということにしましたけれども、十進の n 桁の整数の乗算の計算量は、実は、n のログ3乗ですね。ここでのログはその2を定とするログなんですけれども、まあ、整数の2よりは小さな数なわけですね。で、先ほども指摘しましたように、その従来の、まあ、我々が普通筆算でやるような素朴な計算法ですと、この計算量というのはオーダーの n の2乗ですから、2よりもログ3の方が小さいですので、その分だけその計算量が得をするというのが、この唐津波のアルゴリズムのご利益ということになります。で、そこで、まあ、今日の話題の中心はですね、この、まあ、唐津波のその乗算の計算量を、まあ、どうやって評価するかというところを解説したいと思います。まあ、具体的にはこの証明をやることですね。で、そこで、まあ、証明に入りますけれども、ここではですね、この2の n 乗桁の整数 a と b のその乗算の計算量を、これをまあ t という関数を使って、まあ、t の 2n 乗と2の n 乗というふうに形で表すことにします。で、ただし、t の1、すなわち1ですから n が0の時ですかね。だから、まあ、1桁の整数の乗算の回数を、まあ、1というか1つ単位にすると、計算量の単位にするということにします。で、それからあと、ラージ n っていうのをこの2の n マイナス1乗と、表すことにします。で、そして、まあ、ちょっとややこしいんですけれども、ここではその、まあ、乗算かける数ですね、かける数 a と b っていうのをそれぞれ、まあ上位、上位、ラージ n は 2n-1 ですから、2の n-1 乗桁ですかね。それと下位2の n-1 乗桁に分けて、だから a と b というのはそれぞれ2の n 乗桁の整数ということで話を進めることにするんですけれども、なんでかっていうと、いきなり n 桁で話をするよりかは、その、乗算の桁数をこう半分半分に分けていきますから、そうするとあらかじめ最初の設定で与えられた数の桁数がですね、2のべき乗にしておけば、そういえば半分半分に分けてもちゃんと余らずにこう桁数を順々に半分に分けていけますので、ですので、最初に与えられた整数 AB というのは2の n 乗桁ということにしておきます。で、この2の n 乗桁の整数 A と B を上位2の n-1 乗桁と下位2の n-1 乗桁とに分けて表すことにします。まずここが一つのポイントです。で、この時にですね、その先ほどから説明、紹介している唐津波のアイデアに従って、まずこの2の n 乗桁の整数の乗算をこのような形でこう分割するわけですね。で、このような形で分割すると、この黄色い、まあ、枠で囲った部分が、2の n-1 乗桁の整数の乗算にまず降りていくことになります。で、この黄色の個数を数えると3個ありまして、ここでこの2の n-1 乗桁の、まあ、整数の乗算が、まあ、3回と、まず発生するということになりますので、そうしますと、この2の n-1 乗桁の整数の乗算の計算量というのは、2の n-1 乗か、この桁の計算量のは、計算量 t っていう関数で表していましたので、これをが、まあ、2の n、t の2の n-1 乗かける3という形で表されることになります。で、あと、この計算の中で残った部分は整数の加算がこういくつかこう入ってくるわけなんですが、ここの整数の加算はですね、
2の n 乗桁 の、 あの整数の加算となっております。となぜかというと、この a1b1 とか a0b0 というのは全部あの2の n-1 乗桁の数ですし、でその加算の対象になっているのは、それぞれの a1 とか b1 とか a0 とか b0 の積なわけですね。そうするとこの個々のこの積っていうのは全部あの2の n 乗桁の数ですので、そうすると その間に出てくるこの足し算ですね、この足し算っていうのは全部その2の n 乗桁の整数の加算がで、あら、もう最終的に表されるということになりまして、それが4回分ということになります。で、その計算量がですね、あの 8×2 の n 乗で抑えられるっていうふうに不等式で書いてるんですが、まあ、ここは一つの、ポイントだと思うので、どういうことになっているかっていうのを説明しますと、まあ、2の n 乗桁 の、 あの整数2個 の、 あの加算を行ったときに、その各桁、1桁ごと の、 その加算が何回発生するかっていうのを数えるわけですね。だから例えば、じゃあ10桁 の、 10桁の整数プラス10桁の整数というのを計算したときに、1桁の整数同士の加算が何回発生するかというのを考えます。そうすると、まあ、各桁ごとにまず足し算が発生するので、そうすると、まあ、10桁だったら10回足し算が行われるわけですね、各桁ごとに。で、注意するのは、それに加えて、あの繰り上がりの計算が入ってきます。で、それは、各桁1回ずつ。ですので、まあ、ただし1の位を除くということで、まあ、だから、10桁の整数の加算をやろうと思ったら、そこに出てくる1桁同士の整数の加算の回数っていうのは、まずその与えられた数同士の、あの加算をするのに10回、それから繰り上がりの計算加算をするのに9回と。いうことで、まあ、19回なわけですね。そうすると厳密にはその桁数の2倍というわけではないんですけれども、まあ、桁数の2倍 の、 あの加算の回数で抑えることができるというわけです。でそうしますと、まあ、ここもですね、同じように2の n 乗桁の整数の加算が4回ということですから、そうすると、この計その4回の整数の加算の計算量というのっていうのは、まあ、あのまあ、8かけるこの桁数ですね、2の n 乗で、まあ、上から抑えられると、まあ、正確に等しいわけではないですけども、まあ、ほぼこれで上から抑えられるということで、こういう不等式で評価することにしました。ということで、まあ、以上のですね、この考察からですね、2の n 乗桁のこの整数同士 の、 あの乗算の計算量というのが、その2の n-1 乗の桁の整数の乗算の計算量の3倍プラス 8×2 の n 乗で抑えられるということで、まあ、この全化式を解いてこの t という関数をあの求めましょうということにするわけです。ここまでいいでしょうか。でさらにいきます、あの説明しますと、この後半の方で説明した2の n 乗桁 の、 あの整数の加算があの4回行われるというのをもう少し詳しく内訳を見ていきたいと思います。ここでですね、まず整数の加算がどこに出てくるかということなんですけれども、まず最初に着目するのはこの a1-b0 とそれから b0-b1 ですね。で、これは、まあ、それぞれ2の n-1 乗桁の加算が2回行われていることになりまして、で、a1-a0 と b0-b1 というのは、その、別々に異なる桁を計算しておりますけれども、まあ、これを合わせて考えれば、2の n 乗桁の加算を1回行っていると同じ計算量だということは評価ができます。で、ここでまず2の n 乗桁の加算が1回入ると。これ1回分ですね。で、それから、次にこの真ん中のこの括弧の中の項のこの2つの黄色でマークしたこの加算の部分は、これ2の n 乗桁の加算2回行われていることになります。なぜかというと、これらの積ですね、これらの積というのは全部2の n 乗桁ですので、そしてここでは2の n 乗桁の加算がここで2回行われることになります。ここまでいいでしょうか。
で最後に行われるのがこの一番外側のですね、この2つの、あの輪の部分です。でこれ実は、2の、n プラス1乗桁の範囲内でこう加算をすることになっているんですけれども、ただよく見ますとこれ、加算をしているですね、数同士のこの大きさの範囲がこんなふうに異なっています。例えば、この一番最初の方ですね、 a1b1×10の2n乗というのは、これ2の、n マイナス2の n 乗ですかね、ここは2の n 乗のところ でここよりも大きな桁しか現れません。それから、真ん中の桁、ここは10の n 乗ですから2の、n マイナス1乗ですかね、だから この範囲の桁の数が現れています。で最後 a0b0 っていうのは、1からですね2の n マイナス1乗までの桁がこのように現れているということで、実際はそのこの3つの数の加算を行う場合にはこのオーバーラップしているこの部分とそれからこの部分の桁の加算が行われることになるということで、それぞれですね、このまずこの1番目の数と2番目の数の重なっている部分の桁数というのは2の n マイナス1乗桁だけあるんですね。でそれから2番目の桁とその3番目、2番目の数と3番目の数の重なっている部分の桁数、これも2の n マイナス1乗桁だけあるということで、実際にはこの真ん中の数の桁数ですね、この桁数分だけ その加算が行われることになるということになります。でこの桁数というのはちょうど2の n 乗桁ですので、そうするとここの部分で行われている実質的な加算というのは、この2の n 乗桁分の加算が1回行われるというふうに評価することができます。いいでしょうか。だから本当は2の2乗あ2の n プラス1乗分の桁がこう全体で用意されているんだけども、実質的にはこの範囲での桁数の加算しか行っていませんと。でこの範囲の桁数はちょうど2の n 乗桁ですから、そうここで行われているその実質的な加算というのは2の n 乗桁の加算が1回になりますと、そういう評価をしています。でということで先ほどのスライドと合わせて 1枚前のスライドと合わせてですね、この計算をするのに使っている2の n 乗桁の加算が4回分のそういう足し算を行っているということになるので、この計算量が 8×2 の n 乗で抑えているということになります。ここまでいいですか。で今度はですね、以上を使ってこの t の2の n 乗の全化式を解いてですね、この t の関数をの n に関する平式を求めてみようというわけです。そうしますと、まず最初今のまでの考察から、t の2の n 乗というのが、t の2の n マイナス1乗の3倍と、プラス2の n 乗の8倍というふうにこう評価できました。でこれをこの全化式をさらに展開して、今度はこの t の2の n マイナス1乗をここですね、ここをこう展開していくわけですね。でそうするとここが、2の n マイナス2乗の数の乗算と、それから2の n マイナス1乗の、数の加算に分けることができます。でこの展開をどんどん再帰的に、繰り返していきますと、最終的には、このスライドの一番下にありますように、3の n 乗かける t の2の0乗プラス、8かける、ごちゃごちゃごちゃとこういう式になります。でこれは実はこれを見ますと、そのここにありますように、2の最初、最後ですね、この t の2の0乗というのは t の1なんですが、t の1は1ということにしておりました。すなわち、ここでは、その最終的にこの t というのは、1桁の整数の加算、乗算に帰着されましたので、そうなると。それから、ここ残りの部分、これはですね、この数列の部分は、公比が3分の2の等比数列の和であることが分かりますので、等比数列の和の計算から、この後ろの項は 16×3 の n 乗マイナス2の n 乗という形で表すことができます。で、以上の形にしますと、
t の2の n 乗ですね、この2の n 乗桁 の、 あの数同士の乗算の計算量が、3の n 乗プラス16かける3の n 乗マイナス2の n 乗ということで、これをオーダーで評価しますと、まあ、3の n 乗という項と2の n 乗という項が出てくるんですけれども、まあ、あの全近的には3の n 乗の項があの勝ちますから大きいですから、そうするとあのラジオですとこの3の n 乗という形で見積もることができます。ここまでいいですか。ということでここまででその2の n 乗桁のその整数同士のこの唐津波の方法による計算量、乗算の計算量が3の n 乗のオーダーで評価できるということが分かりましたので、これをまあ t の n に関する関数に直したわけですね。で、一応このログの定義からですね、この n は2のログ n 乗ですから、これをその代入するということでしますと、最終的にこの t の n というのが、オーダーの、n のログ3乗ということになりまして、で、まあ、ログの3というのはそのここにも書きましたが 1.59 よりも、少し小さなあの実数ですので、大体これぐらい の、 その計算量で計算量の見積もりになるということが分かります。ということで、まあ、実際にですね、この唐津波の乗算のアルゴリズムを、使って、その、まあ、どのぐらい効率的かということなんですけれども、まあ、しばしばこういうあの計算量の評価っていうのは、まあ、理論的に効率的でも、その実際にはあのそんなでもないという場合が あります。で、確かにその整数の乗算においてもやっぱり最初桁数が小さい場合には普通の伝統的な n 2乗の計算量の乗算の方が早い場合が多いんですね。というのはやっぱり唐津波のアルゴリズムですとどうしてもプログラムも複雑になりますし、そのいろいろ変数を割り当てたりとか、それから加算のコストもあったりして、その桁数が小さい時には、まあ、従来 の、 乗算のアルゴリズムに計算量で及ばないんですけれども、だんだんこれが桁数が増えていくとその唐津波の乗算の方がですね効果が出てくることが大体よく知られています。で、例えば一応聞いた話ですと Java というプログラミング言語がありますけれども、 Java のようなプログラミング言語ではその、ビッグイントと呼ばれる多倍調整数を扱うことができるようになっているんですが、その多倍調整数の、まあ、ある桁数からよりも大きな桁数の整数演算にはこの唐津波が使われているということを聞いたこともあります。ここまででしょうか。